敵地実況も口を失った一発だ。ドジャース、大谷翔平投手は27日、日本時間28日の敵地ロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、4試合ぶりの54号本塁打を放った。3階席に飛び込む衝撃の一発に、敵地実況は彼は別次元にいる、と絶賛を惜しまなかった。地区優勝の余韻が冷めぬ中、大谷が一発を放った。4点リードの6回無視に、三塁で打った瞬間にそれとわかる、右声弾。ロッキーズ放送局、ロッキーズ TV も衝撃の一打に感銘を受けた様子だ。実況のドリュー・グッドマン氏は、翔平、大谷の3ランホームラン。今年54本目、今夜4打点目、130打点に、と語り出し、思わず4秒間の沈黙。そして436フィート、約 132.9 メートル。と続けて、今度は9秒間にわたり口を閉ざして絶句した様子だった。解説のジェフ・ハソン氏は彼は別次元にいる、と称賛し、グッドマン氏も別の惑星にいる、と同調。そしてハソン氏は、だね。彼は見逃してはいけない球を見逃さない、と改めて絶賛した。クアーズフィールドも15号いってほしいな。素晴らしい。の一言。これを天才と言うんだろうな。しかし、大谷は何をやっても超一流になるだろうな。一番ユニフォームが汚れてる長距離バッターだね。8回にヒット打って今日4安打。ここ最近の固め打ちモードえぐいって。イニ一郎超エカーホームランも57本打てば日本人ホームラン最多数になる。残り試合数がもうないのであと3本は厳しそうだが最後まで頑張ってほしい。コロラドに移籍してきたら本塁打70本くらい打ちそう。ここしかない。ってタイミング誰より理解しているからこその失投今の大谷選手には。打率トップの選手も普通に試合出てるし、まだ三冠王の可能性もあるな。思えば開幕から1本がなかなか出なくてマスコミが騒いでいたけど、終わってみたらとんでもない数字を残していたという事実。やばいね。